韓国チョルラブクドの医療機関で、ヤンセンワクチンを過剰投薬した事実が確認され、保健当局が調査に乗り出した。12日、全羅北道の保健当局によると、民間委託医療機関が A 氏を含む30代男性5人にヤンセンワクチンを、定量より5倍の量を過剰投与した事実を確認した。A 氏は、前日保健所でヤンセンワクチンを接種し、 その後40度近くの高熱症状が出た。ヤンセンワクチンは、1倍ある、すなわち1本を5人分に分け投薬するが、病院関係者は、1本すべてを1人に投薬したものと把握された。保健当局は、ヤンセンワクチンを接種した5人の経過観察のため、チョンブク大病院の集中治療室などに移された。